はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回はヒール2の全知識ということで、パーカッションにおけるヒール2奏法というやつですね。<noise> この奏法についての解説をしていきますで。内容的にはですね、昨日3月7日に行ったヒール2ワークショップのまとめ版というか、ダイジェスト版という感じになります。一応ね、ワークショップのアーカイブも残しているんですけれども、 この長さが、ね、2時間ぐらいになってしまいましたので、そんな見てる時間ないよという方でね、要点だけ知りたいという方は、この動画を見ていただければと思います。で、ワークショップね、参加していただいた方も、この動画を復習用、確認用として活用していただければいいなと思っております。このヘールトゥース方法については、古いトラディショナルなスタイルから最近のモダンなスタイルまでですね、僕なりにずっと研究を重ねておりまして、これからする 説明っていうのは2021年現在ですね、最新の内容というか最新の解説になります。おそらく英語で検索しても、スペイン語で検索しても、ここまで詳しい解説とか考え方っていうのを知ることはできないと思いますけれども、それをね、惜しみなくシェアしますので、各自有効活用していただければと思います。はい、ではまずそもそもヒールトゥって何っていうところからなんですけれども、超簡単に言うとですね、手のひらを使ったダブルストロークの一種です。腕の振り、一振り。 1>, 1回のストロークに対して2回発音するだったってねはいこれはヒールトゥーになりますでトラディショナルなスタイル、まあ、つまりアフロキューバン系のコンガやボンゴのリズムパターンの中には結構このヒールトゥーが組み込まれていますだったり この手のひらを全体を使って鳴らすこともあれば、まあ、このようにねちっちゃい後径、座面の場合は手のひらの一部分だけ末端だけを当てて鳴らすこともありますで今回はボンゴをトラディショナルな音楽の中で演奏されている方にとってはこのヒールトゥーっていうのはかなり重要なテクニックであると言えるんですけれども、まあ、それ以外の音楽をやっている方でもですねこのヒールトゥーのやり方というか原理を 押さえておけば、コンガやボンゴだけでなく、カホンとかね、ダラブッカとか、それ以外のハンドパーカッションで使うことができる、かなり有効活用ができるテクニックなので、これは知っておいて、習得しておいて損はないかなと思います。このヒール2のやり方が理解できて、習得することができればですね、今度これを使って、上下の動きで叩くダウンアップ奏法に発展することができます。こういう感じですね。

でできるんですね近年の世界中のハンドパーカッショニストっていうのは、ほぼほぼ例外なくですね、スティックコントロールと同等か、それ以上のハンドコントロールを駆使して演奏しています。で、そのハンドコントロールの土台になるテクニックが今回よる、このヒール2っていうわけなんですね。なので、何はともあれこのヒール2を習得すれば、まあ、その先のね、あらゆるテクニックにレベルアップさせることができますので、まあ、これはね、まあ、知っておいて、習得しておいて損はないかなと。 いう感じですもちろんこのテクニックを使わずに音楽の中で演奏することっていうのはもちろんできるんですけれどもこれをねできるようになった方がシンプルに楽しいといろんなことができるからパーカッションが楽しくなりますということで、えー、ぜひ習得してみてはいかがでしょうかはいではいよいよこのヒール2どういう芸人でやっとるんじゃいっていうのをね解説していきたいと思いますざっくり言うとこのヒール2ですね今大きく2種類やり方があります この2種類を今から実演しますのでどういう違いがあるのかっていうのを確認してみてくださいまずは1種類目やってみますはいこれが1種類目です次2種類目いきますはいこれが2種類目ですいかがでしょうか違いわかりましたでしょうか これね、明確に違うんですよ。まずはこの2種類の違いが明確に違うということを理解することがヒールト習得の大きな一歩になります。ああマッタイブラジルに言うとですね1種類目は主に手首を使って発音しています。こういう動きっていうことですね。で2種類目は肘から先前腕部分を主に回転させてこの回転の力を使って発音しています。 こういう動きっていうことですね。はい。で一種類目手首を使う方は主にパワーにたけている力が出しやすい大きな音が出しやすいアタックがはっきり出しやすいといったヒールトになります。結構バシッとしたね感じの発音になります。で大きく音を鳴らしたいときはこの腕の振り幅。 腕を持ち上げてしっかりと落とすようにならせばかなり大きな音を出すことができますただしこれねあんまり速い動きにはたけていないというのが特徴ですでもう一個回転の方はというとこの回転の動きっていうのはかなり人間の動きの中でも小回りが効くというかね 素早く動かせるので、パタ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 みたいな細かい動き、速い動きには長けております。ただし、あんまりパワーは出ない。このさっきの手首を使ったバシッバシッバシッっていう感じの発音を回転でやるにはなかなか難しいっていうか、しっかりとこう余動を取らないと鳴らしにくいという印象があります。 で速い動きにたけているのはこの回転の方でパワーにたけている音量にたけているのはこの手首の方と、えー、捉えてもらって大丈夫ですでトラディショナルなアフロキューバンの中でコンガやボンゴを演奏するときはこのヒール2をね結構しっかり出しますガシガシガシっていう感じでねはい,いわゆるこのスラップとかオープン の音とんなので、この手首の奏法が使われますし、まあ昔ながらのね、プレイヤーっていうのはだいたいこの手首を使ったヒール2っていうのをやっております。が、しかしですね、今現在この手首を使う演奏方法、スタイルっていうのはかなりこの体への負荷が大きい、ストレスが大きいということが分かっておりまして、怪我をしやすい、懸賞演をしやすいということが分かっています。 ので、この動画っていうのはね、一方通行のメディアなどで、あの、これを見ている方が怪我をされては、ちょっと僕は責任が取れませんので、基本的に、この手首の奏法っていうのは僕はおすすめしていません。なので、もしこの、手首を使ったヒール2を習得したいという場合には、ちゃんとした先生にレッスンを受けてですね、正しい方法でトレーニングをしていただきますようにお願いします。はい。というわけで、僕のおすすめとしてはね、やっぱ回転の方なんですよ。 最近のプレイヤーっていうのもほぼほぼこの回転をメインに演奏しているかなと思います。で、まあ、回転をメインにしつつも何割かはこう手首を使って、例えば回転7割の手首3割みたいなハイブリッドのスタイルで演奏することももちろん可能です。ので、まずはこの回転のスタイルで習得して、まあそれでね、ほとんどの音楽っていうのは対応できると思うんだけれども、それでも さらにもっとパワーが欲しいとなったらこの手首のスタイルっていうのを習得するっていうステップアップ方法がいいんじゃないかなと思います。はい、ではここからは回転系ヒール2の僕が考えた簡単な習得方法というのを紹介していきます。簡潔に言うとですね例えば右手でヒール2を習得したいとなったら反対の左手を使ってこのような運動練習をします。 はい。では、まず自分の手のひらに注目していただいて、人差し指の付け根ですね。このあたりを触っていただくと、ちょっとボコッと骨が出ていると思うんですけども、ここを H ポジションとします。人差し指の付け根が H ですね。次、薬指。薬指の付け根あたりを触っていただくと、ここもやはりボコッと骨があると思いますので、このあたりを T ポジションとします。この2点に注目します。 で、一旦ね、この手のひらをどこか平らなところに置いて、指を完全にまっすぐ、ピーンと伸ばした状態。手のひらがまったいらな状態というのを作ってください。つまり、こう、指をだらーんと曲げないってことね。まっすぐ、平らな状態というのを作って、これで反対の手、指の上に、手のひらを置きます。シュワッチっていうかね。 T の形を作りますはいこんな感じですで、反対の指人差し指に H が触れて薬指に T が触れるように HT 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 このように反対の指の上を転がします HT 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 もうこれだけです。<laughs> これをひたすらやってください。でまあ、最速になるとこれぐらいの速さ、まあ、こういう動きになるんですけれども、これを、まあ、この反対の指の、主に人差し、中指、薬指の3本指の上をこう、転がすようにですね、なめるように動かしていただく。 で、意識としては、この H と T の位置、ポジションを注目して、ここにしっかりね、タッチするように動かしていくと。はい。もうこれをひたすらやってください。もうちょっと時間が空いたとき、あっ思い出したようにね、<laughs> T を作って、これをひたすらやると。はい、もうこのね、H がヒールで T が To っていうのが明らかだと思うんですけれども、 反対の指の上でこういうふうに転がすのがもう余裕でできるわとなりましたらですね今度これをこのままこの画面の上に持ってくればいいというふうになりますでこの時もやはりこの H と T の位置に自分の意識を集中させて H をまず重心に考えて手のひらをつくで次に T 重心に考えて手のひらをつくこれを交互に行う。これが回転系のヒール図になりますで。最初はおそらくこんなに滑らかに転がせないと思いますので一回一回確認しながらまずは H でしっかりと手のひらをつく。 で一回浮かせて構いませんので浮かせた状態にして今度は t を重心にして手のひらをつく。h を重心に手のひらをつく。t を重心につく。ht ht ht と一回一回しっかり確認しながら発音してみてください。でこの時指は開いた状態で大丈夫です。 ここを中心に考えて手のひらをつくと、もう自然にこの手のひら、平らなところから指先まで全部打面に触れると思いますけれども、それで構いません。ヒールの時もトゥーの時もしっかりとこの手のひらから指先まで全部が打面に触れている状態で構いません。ヒール、トゥー、ヒール、トゥー、ヒール、トゥー、ヒール。ヒール 本当にこのわずかな角度わずかな回転の違いだけでこの2種類を発音できるように練習してみてください。で慣れてきたらだんだんこの振り幅を大きくしてしっかりと発音してみたり逆にものすごく振り幅を小さくするつまり限りなくこのダメに密着している状態最初に練習したこの 指先の上で回転させるのと同様にお魚がですねピチ,ピチピチピチと動くような動きっていうのも練習してみてください小さいところから大きいところまで順番に、えー、やってみますけれどもこれがまあ小さい動きであるとで大きくしていくと このようななモーションになります、はい。今後のように画面が大きい場合はしっかりと手のひら全体をつけて発音するんですけれどもじゃあこれ画面小さい場合どうすればいいかっていうと、まあ、簡単でですねこの手のひらを平らにしているのをちょっとリラックスさせて指を丸めるカーブを描くようにすると、まあ、このような隙間が生まれるような形になりますね。 この状態でさっきと同じ感覚、つまり HTHT、これを交互につくような感覚で動かすと、はい、このようなモーションになります。ここが浮いているので、まあ、手のひらはダメには触れません。主にこの末端、親指の付け根から先端と、中指、薬指、小指の 先端部分が交互に当たるようなヒールトゥーになります。はい、これがまあボンゴなどですね、後径が小さいパーカッションでのヒールトゥーになります。はい、この回転の動き、こうパタパタパタっていうね、お魚がピチピチしているような動きになれましたら、今度はこのヒールトゥーの音色というものについても考えてみましょう。 こうヒールトゥー発音するときに指を開いている状態だと高めの音がしますパッパッパッパっていう,ような音ですねでこれ指を閉じる全部閉じてしまうともうちょっと音程が低いまとまった感じの音色になりますこれはまあ出したいビートの雰囲気だったり音楽ジャンルによって 使いい分けるといった感じになりますで今このヒールとトゥのポジション重心の位置を割と近い位置に捉えていますのでこのヒールとトゥの音色が限りなく近い状態タッ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 となってますけれども今度この重心の位置を先に考えてみるこの当たる位置ね例えば指先の方にちょっと意識を向けて指先が 先に当たるように、っ若干ですけどもこのように指先がしっかり当たるように曲げてみるとトゥーのときこの指先が主にダメになって発音するのでトティットッティットッティットッティっていうようなちょっと音程感が違うニュアンスのヒールトゥをすることができます。 さらにこの回転のスピードを上げれば限りなくねこのクローズスラップの感覚で発音することができますのでとパッ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 といったヒールトゥーも可能になりますでヒールの方をしっかりと鳴らしたい低音をドスッとね聞かせるようなサウンドを鳴らしたいという場合には簡単な方法としてはですねこの親指をグッと 寄せてこの親指の付け根あたりにこの肉の塊をね作ってあげるここに肉球を作ってあげてこの肉の部分でしっかりとこうだめにハンコを押すような形で着地させてあげるとかなり低い低音が効いたヒールを鳴らすことができます。 間最後に普段の練習で使えるようなヒールトゥーのエクササイズを紹介していきます。まず楽器がないところではですね、先ほども言ったように、この T 字、矢印を作って、もうひたすらこの動きをやるというようにつきますね。この動き、このくるくるくるっていうのね、がまあ楽にできるようにならないと、相当この楽器の上でやるのは難しいかなと思いますので、ね、まずはこれをひたすらやって、慣れてください。 でこれが余裕でできるようになったら楽器の上、あるいは楽器でなくても何かね、机の上とかでも構いませんので、この上で練習するといいかなと思います。で、両手を置いてヒールトゥーヒールトゥーとなるべく楽に、だんだん速くしたり、ゆっくりにしたり、速くしたり、ゆっくりにしたり、 練習しててみくださでこれになれたら片手ずつですねヒールヒールトゥトゥヒールヒールトゥトゥはい、これがヒールトゥのシングルストロークになりますのでこれをゆっくりからね始めてヒールヒールトゥトゥヒールヒールトゥトゥと 可能な限き、楽に楽に、徐々に徐々に早く叩けるように練習してみてください。でさらに2打ずつですね、今度はダブルで、ヒール、トゥ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  というわけで今回はヒール2の全知識をお届けしましたまとめるとヒール2には大きく2通りやり方があります手首を使ったヒール2と前腕回転のヒールーがありますとで手首を使う方はね結構この体への負荷が大きいのでしっかりと正しいトレーニング方法で習得してくださいで回転の方は割と簡単に体のストレス少なく演奏することができますので僕としてはこの回転をおすすめしたいです で習得方法としてはこのヤジロベを作ってくるくる回すという運動を行ってこれを画面の上で行うと、はい、で今回全てコンガを使って説明しましたけどもちろんコンガ以外の楽器でも、まあ、ボンゴでもね同様の動きできますし花音でももちろんできますので各自シチュエーションに合わせて練習してみてください。 で今回の説明を聞いてもどうもよくわかんないなとか、いまいちピンとこないわという方はね、時間があるときで構いませんので、ヒエルトのワークショップのアーカイブも見てみてください。ワークショップでは参加者さんのね、質問にいろいろ答えながらやっておりますし、もっと根本的な体の使い方、体の動かし方の準備体操からね、やってますので、アーカイブを見ながら一緒にやっていただけるといいかなと思います。 はい、こんな感じでこのチャンネルでは、パーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、引き続き要チェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。